アラン・ピニエロ選手です。お疲れ様です。まずは、これ聞かないといけないと思います。今日のゴール、早速ゴールの場面から振り返ってください。Peguei uma bola livre ali, vi que dava para puxar o contra-ataque. Fui levando, 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 até concluir a gol e fico muito feliz por ter marcado o primeiro gol na estreia e conseguir a vitória real no primeiro jogo para dar confiança mais à equipe e a equipe está de parabéns. カウンターだったんですけど、まあ、自分が運んで運んで最後、フリーの選手どっちか出そうかと思ったんですけど、まあ、マークがついてたんで自分が空いてたんでもう振り抜いて、ゴールを決めることができました、まあ、このゴールによって勝利することができたんですけど、まあ、自分だけではなく本当にチームの勝利だと思っているので、まあチームみんなと、勝利を分かち合いたいというふうに思っています。そして、まあ、この勝利によって、まあ、これから、開幕今日開幕したんですけど、勝つことができて、まあ、これから の, その長い道のりを、いい一歩を踏み出せたというふうに思っています。まあ、そして、開幕戦でゴールを決められたということは本当に嬉しく思います。去年も開幕戦でゴールを決めました。あのパサードためもせフェイスゴーナーストレイ Fico muito feliz, né, por ter marcado outro gol na estreia aqui. Espero dar continuidade no decorrer do campeonato para poder ajudar a nossa equipe a conquistar nosso objetivo. そうですね。まあ、開幕戦だけではなく、これからもどんどんゴールを、取っていって、チームのために貢献できるように、自分たちの目標を達成できるようにしていきたいというふうに思っています。途中で出場した段階で、どのようなプレーをしようと、考えていましたでしょうか。Eu estava planejando que você entrou no segundo tempo, né? Que você tinha plano? Como estava 0-0, estava na minha mente, né? Se eu entrasse, eu procurar em direção ao gol, né? Foi isso que eu fiz na hora que eu peguei a bola aqui, fui em direção ao gol e consegui fazer o gol. とにかくそうですね。0-0 の状態で入ったので、まあ、とにかくゴールを目指して突き進もうという思いで入ったんですが、まあ、いい状態でボールを奪えて、自分のところに入っていってどん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 進んで、まあ、ああいうカウンターでゴールになったんですけど、まあ、本当に良かったというふうに思っています。キャンプ中に怪我をしてようやく復帰できたのは今週でした。ここまですごく長かったと思うんですが、graças a Deus consegui voltar a tempo, né? Pra estreia e Deus me coroou com o gol da vitória hoje. Mas a equipe toda tá de parabéns, volto a dizer. そうですね、本当に間に合って開幕、1週前に戻ってこれたんですけど、本当に、皆さん、選手のみならず、スタッフの皆さん、関わる職の皆さんに感謝して、これからも、チームに貢献できるようにしていきたいというふうに思っています。最後にサポーターに向けてメッセージをお願いします。メッセージプラトルシーだと、ファオアグラデセアトルシーダペロアポイアキオイエスペロキContinue vindo nos apoiar nos próximos jogos e obrigado por nos apoiar aqui hoje nessa vitória. É, 本当に今日は、たくさんの人に集まっていただいてありがとうございます。できることなら、これからも、皆さんにはスタジアムに足を運んで来てもらって、自分たちは、いいプレーを、皆さんに見せられたらというふうに思います。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます。